どうもマジシャンの甲斐です。本日マジックやってみたシリーズでございまして、今日はですねちょっと見慣れないちょっと珍しいものを持ってきました。で今からやるのはちょっと前に流行ったっていうマジックですね。最近流行ったマジックですと、スマートフォン使ったりとかね、最新のマジックってどんどん時代とともに生まれていくんですが、今日はちょっと昔に流行ったマジックです。どれぐらい前かと言いますとですね、4000年ぐらい前にね流行ったというねマジックなんですけど、こちらです。この袋の中に入っているのがこれ金属のカップです。金属のカップとあとは赤いボールです。で今からこのボールとカップを使ったマジックをねやっていきますね。こちらね、ご覧くださいと。でちなみに主人公はこのボールです。さあこのボールをカップにかぶせると、もう触れられない状態と。さあここから今何をするかというと、このボールを誰にも気づかれずにこっそりポケットにしまうかもしれません。で逆にこっそり戻すかもしれません。なんでボールがどこに行くかっていうのをね目で追ってください。よろしいですか。はい、じゃあ音聞こえますね。さあではここからです。いきます。3、2、1。よいしょ。それちょっと優しくね、こんな感じ。こうすると大体どの辺にボールが来たかっていうのはなんか大体わかりそうなもんですね。大丈夫ですね。こんな感じでボールがポケットかそれともカップにあるかを当ててくださいと。よろしいでしょうか。ではね本番参りましょうね。戻ってきます。お、ボールが今からカップかそれともポケットにしまうかどこにあるかを当ててください。またカップね疑われますけどないですと。ないんですけど指を鳴らすと一番なさそうなところから出てくるというのがマジックです。お、そのマジシャンっぽいですね。解説します。禁断の YouTube 種明かしです。何してるかというと、実はボールをポケットにしまうときにはもうないんです。こっちです。これポケットしまう前にすでに移動させているので、常にポケットには手の殻が来てるわけです。で逆にこのボールは気づかれないようにカップの中にいると。いきます。ワン、ツノ。また見えました。これでもうすでにボールが入っております。せーの、どこね、ちゃんと入ってますね。ちょっとでかいなって感じがしますけど、でこれすごいのが硬いです。硬いボールなんですが、マジネをかけるとなんともう一つが出てまいります。こちらも硬いボールと、ね、もちろん2つは入らないと、いうわけでございまして、こちらが世界で一番古いと言われているカップとボールのマジックでした。どうもありがとうございます。